どうも、風鈴家の店主、青山由紀です。2022年も秋になりました。今年のね、秋に入ってきたお酒の中でちょっと生き物特集、ラベル見ていきたいなと思います。まず1本目、こちら。もういきなり可愛い、俺好みの、ラベルが届いておりますが、長野県、漢数字で19と書いて19と言いますの、ハリネズミ、モデルなんですけどね、リッチョソニャンテ、イタリア語ですね。夢見るハリネズミという意味みたいです。なんかね、サイトによると、サイトに、よってはソグナンテって書いたりソニャンテって書いたり、読み方がなんか統一されてないんですけど、なんかイタリア語の発音のサイト行ったらソニャンテっていう感じで言ってたんで、多分ソニャンテなんだと思います。かわいいでしょ。これよりかわいいね。長野県のね、酒米人心地という、15、6年前ぐらいに新しくできた酒米を使っておりますが、こういうちょっとこの19の酒造さんの動物ラベルは割と甘みが強く出る、ことが多い印象が、ありますね。今年のもちょっと、最初にちょっとお米の糖のような甘みが強く出ますが、その甘さがね、くどくなくてですね、最後はどっちかというと辛さによって、ちょっとね、お米っぽさがあるのかもしれないですね。お米を、たくさん噛んだ時に出る糖のような甘みがあるかなと思います。すごく美味しいですね。なかなかね、取り扱ってるお店少ないなと思います。酒屋さんもちょっと少なくて、もし見かけたら、これ以外にもとにかくね、可愛い動物ラベルがいっぱいある蔵なので、よければ探してみてください。俺もこうやって毎日寝ていたいですね。お次はこちら、はい、三重県の銀だとちょっと光るんだよね。こちらフクロウラベルですね。ちょっと横にしちゃうけど、観光梅、という三重県のお酒の秋のモデル、秋はねフクロウのラベルになりますね。夏の今年の紹介でねペンギンラベル、紹介してるんですけど、春ウサギ、夏ペンギン、秋フクロウで、冬にね、シロクマ出るんですけどね、今回この秋、ラベルのご紹介でございます。これフクロウだよね。俺フクロウとミミズクとかの違いがよく分かってないんですけど、知ってる人いますか？もしいたら教えてください。教えてもらったところで特に何かするわけじゃないですけど、今気づいた、ほんと、ここに観光梅って書いてるのね。こっそり今年になってようやく気づいたわ。いろいろ工夫してますよね、最近のラベルはね。こういうラベル見るとちょっと飲んでみたいなって気持ちになりますもんね。この動物ラベルもやっぱりなんか見た目通りで割と甘め、さっきのジュークと違って糖の甘みっていうよりかはちょっとフルーツ感の出る、甘さの酒が多いかなと思ってるんですけど、今年のそうですね、やっぱちょっと別の甘さ、こっちの方がフルーティーですね。梨系かな。だからそれ、梨系と思うとすごくやっぱ秋らしいなって。後味がすごい梨、どっちかっていうと洋梨かな。
だけど、最初の甘みの後に、これもね、どっちかというと、後が辛いかな。19よりもさらに辛さがあって、旨味と控えめな香りと辛さがすごいバランスよく、整えられている、今年の観光梅秋ラベルだなと思います。フクロウ、フクロウはホウホウですか？ミミズク？フクロウ？ミミズク？フクロウ？フクロウ？ほほほうほほほうミミズクはフクロウ。最後3本目、こちらですね、栃木県千金というお酒を作っているところの、赤トンプ秋のお酒ですね。もうザって感じですね。ここは季節物は割と透明な瓶に、入れられてくることが多いので、管理はね、より気をつけなきゃいけないなと思いますね。光がね、結構しっかり入っていっちゃうんで、もし家で4号瓶とか買う場合は、ちゃんとね、冷蔵庫で、入れるか、すごい暗いとこに、置いといてもらいたいなと思うんですけどね。主張すごいね。前だけじゃ何の蔵か分かんないよね。これ知ってる人は知ってるけどさ、この蔵のね、もう特徴は何といっても酸味ですね。すごい酸っぱいと思うような酸を出す時もあれば、辛口のあの白ワイン思わせるような、ちょっとマスカットとかの雰囲気を味わえるような、お酒をね結構作られるところで、見事にそれがね個性としてね突出しているなと思います。すごいね人気ですね。でこれね冷やおろしなんですけどもね、なんかね酒米ブレンドしてるんですよ、山田錦、亀の尾、そしておまち、3種類の酒米のブレンド。山田錦が一番強いみたいなんですけどもね、なんでそういうのアッサンブラージュ、まあ、ブレンド酒で作られている冷やおろしですね。なんかね今年ブレンドしてないやつも作ってるって話聞いたんですけど、俺そうだと思ったらね、これブレンドされてるんだよな。でも2022年9月なので完全に今年のなんでね、2種類出てたんですかね。ちょっとこれそこら辺よくわかんないんだけど、で少し度数が低めです。で原酒なんですけどね、14度と、日本酒にしたらちょっと低めに整えられているお酒ですね。うん。ですね。酸味あるけど、夏のとかよりはね、ちょっと控えめで、今回、さっき言った中で言うと白ワインの方に寄っているかなと思います。いわばマスカット的な感じかな。苦味とかもあるのがやっぱりねワインの雰囲気出るんですよね。だからワイングラスで、冷やしたワイングラスで飲むっていうのもすごくおすすめの一本かなと思います。あ、ね、毎年ね人気なんですよ。割とすぐ酒屋さんでも売り切れてしまう、お酒なので、これを紹介してる段階でもうね並んでないかもしれないんですが、もしね見つけたらちょっとね、手に取ってみてもいいかなというお酒ですね。冬は雪だるまラベルがこちら出ます。めちゃくちゃ美味しいです。雪だるまね、雪だるま久しく作ってないよね。手が痛くなる、ということで、今回3種紹介させていただきました。あ、順番おかしくなっちゃった。長野、三重、そして栃木ですね。こういう可愛いラベルもね増えましたよね。俺結構そういう可愛いラベル系をこの YouTube では紹介させていただいてますけども、次秋ねもう一本紹介しようと思ってるのもまたちょっと特殊なラベルのものをね3つ紹介していきたいなと思いますので、よかったらご覧ください、よろしければね、チャンネル登録等もしていただければ嬉しいです。
ではでは、ありがとうございました。青山祐樹風鈴館の店主で、ございました。